そうだものうまいでしょ。桃あと梨、あと米もありますね。米焼き沖で取れるメヒカリね。メヒカリ一言申し上げます。福島を愛しております。福島、私の孫は福島は生まれになって、いやいやいいね、もう本当に親戚みたいなもんになりましたね。はい、あの4年前に福島知らなかった大使というのに任命されまして、あ、そうなんだ、はい、あなたはまだまだ福島を知らないので、知らなかった大使として福島の魅力を県内の方にも県外の方にも広める活動をしましょうということで、いろんな場所であの福島の魅力を再発見してまいりました。果物うまいですね。果物うまいでしょ。はい、嫁さんの実家から送られてくるね、はい、桃、はい、あと梨、梨、はい、果物が本当に美味しいですね。梨と米もありますね。いわきの方であの、いわき沖で採れるメヒカリね。メヒカリ、海の幸から山の幸まで、うん、ねえ、うまいものがいっぱいありますからね。ありがたいです、うん、本当に愛おしいです。みんなで福島愛がみんな強い。福島ってこういうとこなんだぞっていう自慢をする人がいっぱいいる。いいですね、郷土愛があって。一つ一つ実現する福島。